712、こんばんは。ありがとう、みんなお疲れ。エアロ、テンスさん、ヒーヤン、コジアス。ありがとね。お、サッキーさん。かわいいクマ。なんかコスプレしてた。何コスプレ？アラビアンな感じ？ノエルさん、サンソン、コーキーさん、ツッチーさん、こんばんは。ゴーさん、キュンありがとう。桃の天ぷらさんも音符ありがとう。サンソンもキュンありがとうね。ガララニョロロ、こんばんは。情報技術研さん、流れ星もありがとう。ヨシオン、テンさんも音符ありがとうね。ハマー、ショーリン、立山県警、モーくん、チャキベイ先生、はじめさん、こんばんは。ありがとう。ザルそば、キュンありがとう。桃の天ぷら、デジキュンありがとう。ムラさんも、音符ありがとう。トラックエロさんも音符ありがとうね。あ、いや、歌ってる猫。合唱猫ちゃんありがとう。ヒーヤン、ジャスミンありがとう。トラックエロさん、音符ありがとう。先生、楽器、なんだこれ、サックス、なんだっけ。ありがとう。カネコン、オリビア、クータン、こんばんは。光るカラフルだるま釣り、ありがとう。クリスタルブルー、こんばんは。わっかちゃん、ハートボックスありがとう。中川さん、あ、タコさん、どうしたの、ありがとう。どうしたの、変化、ありがとう。タコも美味しい季節だね。あ、インスタね、インスタだ、ありがとう、チェックしてくれて。ザルそばだるま、ありがとう。アッカサゴさん、こんばんは。ルンルン、オンプリアとテーマもジャスミン、ありがとうね。広島さん、馬の温泉、サファディン、SU さん、こんばんは。ヒロネマル、ヤンス、サッキーさん、オンプリアと。マフピー、流れ星、ありがとう。近藤さん、チャッキーベイ、イケ様、キュー、ありがとう。アリアリも、オンプリアと。生、こんばんは。ホッケさん、こんばんは。さっきさん、キュー、ありがとう。インスタ、そう。ダスティン、こんばんは。あ、テンさんも合唱猫ちゃん、ありがとう。ありがとう。アイスブルーの瞳、ほんぱありがとう。モフピーも、だるまありがとうね。だるまん。ヒカルほんぱありがとう。まさひろ、あずまさん、こんばんは。なるくん、こんばんは。左内輪さん、おんぱありがとう。カズさん、リアスティー、こんばんは。スユーもおんぱありがとう。カンノさん、おんぱありがとう。ポッケーさん、だるまじゃない、流れ星、ありがとう。ピケ、だるまありがとう。タカさんもおんぱありがとう。中にもフピー、こんばんは。ピケ、キュンありがとう。シノさん、かわいい、ありがとう。かわいい。コージーさん、こんばんは。ありがとう。あ、こんにちは。ぼんやりーなだから。こんにちは。ね、インスタ本当にありがとう、みんな。早速。そう、さっきね、更新して、まだ見てない方もいらっしゃると思うけど、さっき更新しました。よかったらいいねとコメントしてね。そう、ずっとね、アジサイとの写真を載せたいって思っていて、ようやく載せた。サイリオイチさん、ゴールド、サザービー、こんばんは。サトポン、ケンソリセブン、こんばんは。モフピー、キュンありがとう。デスティーノさん、こんばんは。あ、タカさん、合唱猫さん、ありがとう。何を飲んでたか？カフェラテです。アイスカフェラテ。クルス、こんばんは。ストンコ、キュンありがとう。そう、アジサイシーズンもうね、もうそろそろ見られると、宮城は7月、まあ、中旬まで見られるところあるかなぐらいかな。うん、神奈木潤です、こんばんは。うん、立山県警、キュンありがとう。そう、7月だよ、もう。今日は6月ラストです。6月もありがとう。そう、アイスカフェラテしか勝たん。
ともちんさん、立山研究9ありがとう。カフェラテ飲んでる？ナウ？今？ワッキー、こんばんは。ね、夏。夏だ。そう、アジサイも。何色系が好きですか？私はやっぱり写真で一緒に撮った青系がやっぱり綺麗だなと思う。サンドさんのアクアさんへのツッコミ楽しみ。ツッコまれてます。クー、こんばんは。あー、今年も半分が終わり。そっか、そういうことにもなるのか。サトシムーヤン、こんばんは。ピンク、紫、おー、割れますね。確かに。でもピンク系ってあんまり見かけないんだよな。白とかもいいよね。白、白い紫陽花かわいい。竹丸音符ありがとう。無糖紅茶飲んでます。無糖紅茶も美味しい。よっしー、こんばんは。ずっこさん9ありがとう。竹丸も、音符ありがとうね。ほんと早い。そうなの、白と緑かわいいよね。なんかシンプルな純白って感じで。イサさん、ズッコさん、こんばんは。なんかグラデーションになってるのもいいよね。二色っぽい感じ。一年のハーフタイム、ずっと眺めていたい。眺めていい。サトシもフピーキュンありがとう。そう、明日はね、月曜あかりお休みなんだ。うん、寂しいね。あ、光る白と緑のアジサイペンライトありがとう。かわいいアジサイペンライト。タカさん、音符ありがとう。特別警戒中さん、こんばんは。だから先週のね、先週のアーカイブをぜひ見てください。先週のアーカイブね、ぜひもう一度見直してください。明日ないから。そう、明日はね、お休みです。そう、いろいろ発表もありましたね。7月、楽しみなことがいっぱい。7月6日が、あれです。アイス。アイス300個チャレンジ。そう。もしね、で私もそのチャレンジ中の時間、9時半から12時までだっけ、の時間はずっと現地にいますし、そのリポートも何回かあるんですよ、その番組中にね。そう、何回かあるからもうずっといるんですよ。そう、だからそのまあリポートの時間はリポートだと思うんですけど、それ以外の時間は多分なんかわーって感じだと思う。123、だるまありがとう。かなぎ10年キュンありがとう。そう、しげかっぱキュンありがとう。うん、そうそうそう。そうなんだ。わーってしないね。え、どんな感じかな。でも絶対さ、会えるしお話もできるだろうなと思って。ディアス、合唱猫さんありがとう。うん、アイス食べてるみんなをみんなをみんないいな。アイス食べたい。私も団長さんと初めてですね。うん、そうですね。これまで
会いしたことはなかったですね。ストンコ流れ星ありがとう。だからね、盛り上げたい、盛り上げたい。なんか3種類味があるんだよね。うめいさんバラありがとう。なんか去年もね、私はあの現地お仕事担当ではなかったですけど、去年も300個チャレンジやってなんかね達成していたんですよね。そう、スペースごこんばんは。山形かかしこんばんは、ありがとう。そうそうそう、ね、きっと暑い日、お天気良くて暑いかったらねいいよね。えなべこんばんは、スペースごばらありがとう。そうなのね、それも発表になりましたし、それも発表になりましたし、7月27日と28日は夏祭りがありますっていうのをようやく解禁になりました。土日ですね。夏祭り、イエーイ。まだね、あのその詳しい、確かに楽しみ、本当ありがとう。抽選、まあなんか多分お菓子の詰め合わせとかかな。そう、なんか詳しい、そうタイムテーブルとかまだ出てないんですけれどもね。遠征が多い。そうですね、ゲストさんだったりも、会場マップとかもまだね、続報はこれからなんですけど。じゅんさんこんばんは。ぜひぜひ本当に来てほしい、夏祭り本当に来てほしい、本当に本当に会いたい。よっちゃんこんばんは。そう、ぜひともぜひともお越しいただきたい。私の中で2つ楽しみなことが、2つ、どうだろう、分かんない、私が今把握してる中でね、あるので。しんくんたんこんばんは。そう、それもね、そのどっちもみんなと楽しめたら嬉しいし。そう、ボヤリーナ見てくれてありがとう、ありがとう。そう去年よりもさらに楽しみだな、今年の夏祭り。去年はね、その番組、夏祭り特別番組のね進行とかやったりして、それもそれですごく思い出に残った夏祭りだったりもねしましたしね。クラッシャーノブ音符ありがとう。そう、なんかさ、腕のさ一部だけすごいカサカサしてるの、なんでかな、なんかほんと一部分だけ丸い感じでカサカサになってる。なんか怪我したとかそういうのじゃないんですけど、なんでだろう、焼けたの、丸くちょっとだけ一部分だけカサカサしてる、なんでだろう。虫刺されるって感じでもない、カサカサって。紫外線でも一部分だけだよ、他の部分は普通なのに一部分だけ丸いくカサカサって、
なんでだろう、なんか気づいたらなってた。気になる。ぶつかった感じでもなさそう。いやー、日焼け止め頑張んないとな、マジで。日焼け対策頑張らないと。みゃお、はちねさんこんばんは。そう、楽しみな発表がね、ようやくできて、みんながね、そう来てくれたら嬉しいなって。日傘使ってるよ。日焼け止めになります。諦めた、なんで。なんで諦めちゃった。めっちゃ楽しみ、すごく。そうだね、天気なんとか私の力で天気をね、アクスタ気になるね。オリジナルグッズの続報もお待ちくださいね。焼けましたって言われるくらい黒い。もうそんなに焼けちゃったの。お天気はほどほどに、いや、ほどほどにしたいんだけどな、なんか晴れちゃうんですよね。緑も似合う。本当？何色が似合う？私、日傘さしててびっくり。もう日傘はさ、普通だよ、老若男女関係なく。もう必須アイテムになってますよね。緑、牛タン、こんばんは。じゃあ、そう、ボンヤの時はさ、なんか雨降っちゃうね。なんでだろう。でもそういう、なんて言うんだろうすかね、なんて言うんでしょう、まあ、いわゆる収録と言いますか、で、絶対的に成り立たないというわけではないじゃないですか。まあ、室内の時もあるしね、そう、傘させばいけるしみたいな。でもなんかイベントとかってね、まあ傘さしても楽しめるけど、なんでしょう、そのほんとリアルライブイベントっていうか。そう、意外とそういう収録ものじゃない、ほんとリアルな時は晴れるっていう、結構私、説持ってます。そう。え、ゆずるきゅん、ありがとう。なんか何でもかんでも晴れさせることができるわけではないんですよ。そう、本当に大事な時みたいな。え、ゆずるさん、きゅん、ありがとう。ありがとうございます。そうだね、夏祭りは結構晴れる、晴れてるんですよね。もうここ数年ずっと。そうなんだよ、晴れているんだ。なんかちょうど梅雨明けのタイミングだったりするんだよね、割と。ひでまるさん、流れ星ありがとう。どうかな、今年は梅雨明けるかな。まあゲリラ豪雨もあったね、でも一時的なやつですから大変だけどね。だからそういうのはあるかもしれない、もしかしたら。でも、あの一日を通して見たときに晴れてたねっていう。
7月下旬開けるかな。森のタオルかぶって日傘さして頑張った。そうだよね、そうだ、みんなはずっとみんなそう日傘とかね忘れずにね、帽子とかね。えマーボーさん楽器ありがとう。みのっちこんばんは。日焼けしたねって言われるよね、セット。日焼けしたね、チームメイト出たら晴れた。あーあった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 な。ナサンポンハンマーこんばんは。テニスで日差しに慣れてる、いいね。マナブさん流れ星ありがとう。うん、日傘でも今コンパクトなものもあったりするからさ。最近は球場焼け、球場焼け。高弘さんこんばんは。今日勝ったね楽天。よし、やった、勝ちました。グッズで帽子出してくれたらいいのに。いいね、帽子出したい、帽子出したいな。帽子いいね。わしほー、わしほーね、ちょっと負けが続いていたのでよかった。ここでね流れを変えていってほしい。大きめサイズアカリス。高須さんこんばんは。中心キュありがとう。ニール大佐こんばんは。みんなお疲れ様、お疲れ。中心キュありがとう。帽子ってただあれフリーサイズじゃないの、違うのか、帽子もサイズがあるか。えももこんばんは。大抵フリーサイズじゃないっけ、まあ、なんとなくさ合う合わないはあるかもしれないけど。帽子かぶらない。タカさん、楽器ありがとう。大体フリー、まあ帽子の形にもよるね、タイプ、うん、キャップ似合わない。そうなんだ。うん。きょんさん、ゆうやさんこんばんは。そっか、もう何やって、でも私も帽子かぶらないよ普段。お兄さん虹ありがとう。レインボー虹がかった。テニスの時は確かにバイザーとか帽子とか必須。帽子の印象ない、ないよね。いや、かぶりたいんだよ、かぶりたいんだけどさ、ペタってなっちゃう。会社帽子、おお、毎日使える。そう、運動するときはね使うけどね、まあ、帽子っていうかバイザーかな。うん、麦わら帽子かわいいよね。かぶるなら、どんなのがいいんだろう。もうキャップも可愛いなと思うし、なんかバケットハットとかなんか最近多いしね、流行ってるというか、ああいうのも可愛いなと思うし、普通になんだろう、なんかこう、なんていうんだあの形。こう丸みがあって、丸みがあってこう、つばがあって、みたいなのも可愛いなと思うし、そう、そうだね。メルルかぶってるよね、わかる、めっちゃ似合うんだメルル帽子。
スケットかな、キャスケット、キャスケットかも。そう、キャスケットもかわいい。そのあたりかな、私がいけそうな帽子かな。十黒でかぶってた帽子？十黒でかぶってた帽子？十黒でかぶってた帽子？ラフな服ね、ラフな服そうかわいい。キャッププレゼントしようと思ってた。え、嬉しい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 よ、めっちゃ嬉しい嬉しいよ嬉しい。サンソン Q ありがとう。ベレー帽、あー確かに衣装でベレー帽とかあった。え、光る風呂敷ありがとう。風呂敷どうしてえ、風呂敷の話したっけ私今。やクリスマッシュ、ウトウさんこんばんは。イサさんかわいいありがとう。え、パンパンマンさんこんばんは。かぶらないんでしょ。え、かぶるよ、かぶるかぶる、かぶるよ、かぶります。キャップが、うん、え、かぶる。ベレー帽に合って、ベレー帽もね好き、褒めてもらえる、ベレー帽かぶってるとなぜか。え、オニール大使さん虹ありがとう。てかみんながさベレー帽好きなんじゃない、違う、みんなベレー帽好きでしょ。風呂敷を10クローネ言ってたことあった。あ、そうなんだ。そういう、そういうあれですか、そういう用語的な。ベレー帽好きです。風呂敷を10クローネ、え、風呂敷を10クロー、風呂敷を好きです。あ、ベレー帽やっぱ好きだね、好き。ベレー帽かぶってるイメージ強い。へえ、でも衣装では確かによくあったかも。小さいシルクハット、ん、ハット、ハットね。え、さっきさん小判ありがとう。あ、小判を確かに10クローネみたいな、そういうこと。ベレー帽実際になんか持ってたと思う、持ってたと思う持ってたと思う、多分多分持ってた、多分持ってたと思うな、うん小判、小判は言って、あ、光る光る10クローネありがとう。カリスマッシュもクローネありがとう、3クローネわざわざありがとう。黒いベレー帽、黒いベレー帽、黒は持ってないと思う。え、なんかグレー、グレーじゃないっけか衣装のベレー帽かね、可愛いよね衣装のベレー帽。ひだくくんこんばんは。え、ゆうゆさん、休みありがとう。え、おにぎり大さん、おっぱありがとう。やばい、私も記憶が定かではない。ベレー帽もう久しくかぶってないもんね。うん、かぶってないよ。チェックのベレー帽。チェックだった。水飲んでいいですか、みんなも水分補給してね。あ、イヤーカフね、イヤーカフの話しようと思ってたんだ、そうだ
あ、ひとりお水ありがとう。そう、あ、先生もタマもお水ありがとうありがとう。そう、イヤーカフをね探してて、あの、そのイヤーカフっていうのはえ、ダックくん、キュー、ありがとう。イヤーカフっていうのは、あの、それは私が大好きなメルルさんが、いや、よくねイヤーカフをつけてるんですよ。みんな気づいてないかもしれないですけど、気づいてる方もいると思うけど、メルルさんはイヤーカフをねよくお使いになられていて、で、私はそう、ドラマでもめっちゃイヤーカフつけてるから、そうで、でドラマでもつけてるし、で、私は今まで持ってなかったんです、イヤーカフというものを。そうそうそう、存在は知っていたけど、そう、持ってなくて、で、なんかイヤーカフをね探すたびに出ていたんですけど、そうそう、で、会いました。イヤーカフコーナーがありまして、そうそうそう、そうなので、まあ、でもいろんなイヤーカフ集めたいなと思ってるんですけど、まず第1号この子にしました。可愛くない？なんかビーズみたいなのがキラキラーって。ふたやまけんけん、けんありがとう。そう、なんか何にでも合わせやすそうかなみたいな感じで、そう、ちょっとつけてみるね。イヤーカフって、あの、このくらい見えるかな、あ、このくらい隙間がね空いてるんですけど、ちょっとまだつけ慣れてない、つけ慣れてないんですけど、こっちか、この耳たぶのめっちゃ細いところからこう差し込んでスッて入るのね。で、あ、やばい、髪の毛、あ、待ってよいしょ、ちょっと待って、髪の毛が混ざっちゃった。あ、そうそう、で、で、そのままシューンってん、そのままシューンって下にスライドするんです。そう、これで完成、イヤーカフこれで完成です。こんな感じになるんです。そう、リア好き、ありがとう。モッフィーもキュー、ありがとう。エミマチュニア、ありがとう。ペキも可愛い、ありがとう。ヒカルタカさんもキュー、ありがとう。そう、デンさん結婚して、ありがとう。結婚して、アッシー、ありがとう。あ、ワカちゃん、ありがとう。キューピッド、クマキューピッド、ありがとう。オニールテスト、かわいい、ありがとう。え、おつぶちゃんもバラ、ありがとう。くんちゃんもかわいい、ありがとう。そう、ひかる、いいね、ありがとう。そう、なんかいろんなね、イヤーカフにもいろんなタイプがあるんですけど、なんかまずはこういう、なんか、なんて言うんだろう、まあスタンダードな形というか、そうだね、こう二個使いな感じのイヤーカフだね、これは。二個使いっていうか、さっきさん、面白い女なんで、なんでこれが面白い面白い女、ありがとう先生似合う、ありがとう。トメちゃんも可愛い、ありがとうそう、ゲットしたの、イヤーカフ、イヤーカフデビューしましたはずれません、はずれないし、なんか痛い感じも、なんか重い感じもない。なんか意外とイヤリングってものによってはこう長時間こうギューってなってるから、あー、痛くなってきたな、たまにね、たまにあるんですけど、なんかイヤーカフはマジでもう馴染みすぎてて、なんか超楽です。そう、タカさん、おいしいしか勝たん、ありがとう。おいしいしか勝たん。エアロもキュー、ありがとう。
くんちゃん、おっぱありがとう。痛くないよ、全然。みんなもイヤーカフおすすめ。サイズはないと思います。フリーサイズ基本イヤーカフ打ちません。ビクソンもしません。結構目立つ。そう？そうかしら。たしろきゅうありがとう。うん、全然。このさ、片耳だけっていうのもなんかいいね。片耳だけついてる感じ。え、でもいろんなの欲しいなって思ってるからさ、だからそう、いろんなタイプ集めたいと思ってるよ。これ一個でさ終わるわけないじゃん、イヤーカフの旅が。ダックくん、タカさん、かわいい、ありがとう、嬉しい。2個で1セット。いや、これはもうつながってるから、まあ、これで1つって感じ。もうつながり、つながり。これが1個。ディアス、守りたい、この笑顔ありがとう。守りたい、守ってね、守って。8割以外のプレゼントめちゃくちゃ迷ってる。8割以外のプレゼント、でも嬉しいけどな。今さ、あのちいかわのさ、なんかエコバッグみたいなのガチャガチャなんだけど、エコバッグ、この間一昨日くらいから出たやつかな、そう、第3弾みたいな。あれがさ、あれが見つかんなくて、そう探してるんです。仙台に来てんのかな、まだ来てないのかな。基本両耳にはつけないんだ。いや、なんかつけるタイプのイヤーカフもあるよ。なんか2個のせ、2個のせじゃない、2個売りで、ん、組み合わせでつけるイヤーカフとか、こっち側とこっち側とか、なんかそういうのもある。そう、いろんなタイプある。エコバッグ見当たらね、あれまだ来てないのかな、宮城来てないのかもしれない。そう、あれがね、あれかわいい、ペラペラらしいぜ。でも かわいかったよ。なんか、なんか大きさもなんかそこそこあったし。マスクするからカフつけなかった。カフどうなんだ。右用左用ってある？ないと思うな。うん、関係ないと思います。そう、チーカーネコバッグ、チーカーランド、チーカーランドね、まだ見に行けてないんだ。見に行けてなくて、そう、でもなんかガチャガチャコーナーみたいな、ガチャガチャエリア、通りかかったガチャガチャエリアに行ったらなかったから。おにいるです、結婚してると結婚してテーマ9、ありがとう。他のものを考えます。第1号になりたかったのかな。おにいるです、9、ありがとう。そう、チーカーのイヤーカフ、あんのかな。わかんない。あるのかしら。ピアノマン、こんばんは。ウォーター、こんばんは。チーカワ、ウォーター、こんばんは。あ、読んだね。
ピアノもありがとう。まあね、ほんとイヤリングとかさ、こうアクセサリー類はさ、ほんとになんか無限にというか、本当に可愛いのがいっぱいあるからね。ヤナマンキューありがとう。チーカーのそうガチャガチャ、ピアス開けるともっと無限になるよ。ピアスはね、開けたことないですね。収納、あれもアクセサリーケースがもういっぱいになってきてる。これからも開けないの？うん、なんか開ける予定はないな。ピアス。朗報？アクセサリーケースいっぱい？朗報？あ、そういえば買いました、イヤホンね。イヤホンね。いや、あのさ、そう、私が iPhone を15に変えたって言ったじゃないですか。で、これまで使っていたイヤホンがライトニングケーブルのね端子だったので、今までのが使えなくなっちゃったんですよ。で、そう、この間IG9 ありがとう。でそれでみんなに相談して、なんか変換機みたいなのあるよみたいなさ、そう教えてくれたじゃん。でさ、それ探すかと思って、探していろいろ調べたりとかお店見てもらったりしたんですけど、まあ、多分ネットで あった気がするんだけど、なんか本当に1個とかしか、そうライトニングをタイプ C に変換みたいなのがないんですよ。なんか1種類2種類とかしか確かなくて、で意外とそういう変換機ないんだなって思って、じゃあもうミミさんこんばんは。でそうで、もしかしたら接続悪くてなんか使えないみたいになったりするのも嫌だなって思って、変換機ネットで買った。嘘、あった。ロプーさんこんばんは。そう、イヤホンジャックとかのはねあるけど、でもイヤホンジャックのイヤホンがなんか久しく使ってなくて、どこにあるかなっていうのと、あとそれもなんか物によってはこううまく変換、そうライトニングのってないよね、そう変換されるかが分かんなかったからね。それでもしダメだったってなったら嫌だから、でさ、あのテストもできないじゃん。こうやって配信しないとさ、そうそうそう、だからタイプ C のイヤホン買いました、イエーイ。あ、光る、ありがとう、ミラーボール。そうです、これで絶対間違いない。で実際に刺してあの音聞いてちゃんと聞こえたんで。あ、ダックくん虹ありがとう、モフピーもダルもありがとう、イエーイ。そう
有線、純正のです。純正、そうそう。え、ウォーターおっぱありがとう。テイさんおっぱありがとう。タカさんいいねありがとう。ね、有線の絶対的安心感パソコンでも使える。あ、そうなの、タイプ C って。そうなの、へえ。そう、私 iPhone 以外で使えるのかなと思ってタイプ C、 タイプ C がよく分かってないから。タカさん Q ありがとう。ワイヤレスイヤホン初めて買いました。ワイヤレスもいいよね。普段はワイヤレスなんですよ私も。うん、ルンルン音符ありがとう。使えるんだ。え、どこに挿すところのパソコンのアニールさん好きありがとう。イヤーキャップ、そうだからね、この記念すべき初回を。お、なんかハマりがいい気がする、すごく耳なじみがいい気がします。え、こんなに、なんか耳の形にすごい、え、前の、なんかこっちの方が外れる感じする。え、変わった形、一緒だよね。え、なんでだなんでだ。え、すごい外れる感じがないぞ。え、なんでだ、耳の形は変わった。え、だって、うん、新しい方めっちゃフィットする。え、なんで、どっちも純正だよ。前作ったのも純正だし今回のも純正。イヤーカフのおかげ、カフ関係ないと思う。カフ関係ない、タイプ C の耳なの私すごい、こんなにしっくりきたの初めてかも。タイプ C タイプだった、私の耳タイプ C タイプ。うん、すごいいいわこれえ、どっちも純正だよ、どっちも iPhone のだよ。 iPhone のっていうか Apple のですよ、どっちも。なんで、タイプ C タイプの耳です。はい、今ね、ました。聞こえますでしょうか、みんな聞こえていますでしょうか。聞こえる、よかったよかった。マイクもじゃあ壊れていないということでですかね聞こえるよ、聞こえるありがとう、マイクもバッチリです。そうね、そう、この間歌、久々、久々か、マッキーなかなか、こんばんはそう、あのくるりの主題歌のね、アイワンダーをこの間調べたんだよね。で、収録されていたんです。収録されていて、どうやってね、あ、そう、これです。え、どうしよう、元気入り子耳が変わったえ、いけるかな、
音が止まった、色が変わった、空白だった、記憶の彼方、ドラマみたいだ、鼓動が鳴った。 I wonder 足跡を辿って別れ道れたちで、アポ美人でごまかしたきらめきは霧の向こう、本当のことを教えて、本当の自分に出会えた時、愛し愛され未来がきっと訪れる。見つめていた透明なガラスのキャンバス、彩ったニュアンスからは淡い曖昧、探して この曲本当にさあ、クラシアのも音符ありがとう、ありがとう。あ、マッシュアドベイザカットさんも合唱猫さんありがとうそう、もうなんか TikTok とかでも総再生回数5億回超えとか、もう超大人気曲だからさ。そう、あ、梅も音符ありがとう。そうね、超超バズってますよこの曲。私もそのくるりのね、くるりの主題歌きっかけでめちゃめちゃこの曲をリピっていまして、ね、音が止まったのところいいよね、あの口笛の音とかね。もうこれを歌いたくて私はこのイヤホンを買ったこれをカラオケで歌いたくてあ、シャナナナナナとかもいいね。イヤホン買ったくるりね、くるりまた見たい音良くなった嘘キー上げたらどうだろう、音域が広いよねこの曲ね。イヤカフ買ったイヤホン買ったフ見つめていたい。どうなんだろう、1個上げたらまた変わるのかしら。
でも元気で私覚えてるからな。音が止まった、色が変わった、気が凍った、空白だった、記憶なくなった、ドラマみたいな鼓動が鳴った、あいまった足跡などを追って別れ道で立ち去ってる、八方美人でごまかした、ありがとう。この曲さ、あの3分ないんですよね、この曲2分47秒ぐらいかな。そうだからこうサクッとサクッとね聴けて歌えていいんですよそれがまたいい、うん、そうなんです。ライブだと幻の2番があるらしい。そうなの？へー、幻の2番聞きたい。あ、携帯も変わった調べれば出てくるかな、幻の2番。あ、そうなんだ。へーお水飲んでいいですか？みんなも今ねエアコンつけてないんですけど、でもなんか今日は大丈夫、エアコンつけて。サクッさんこんばんは。あ、タマ先生お水ありがとう、ありがとう。あ、タカさんもお水ありがとう。扇風機もつけてないです。エアコンつけたら信じられない、風呂も大阪。本当？そんな熱帯夜ですか？サク、キンありがとう。でも水分は大事です。キンありがとうね。
シロさんもおっぱありがとう。何歌いますか。蒸し暑い。そうか、蒸し暑い。重ねた色が涙で流て。デンさん流れ星ありがとう。サクキューに行くと虹色になるか。 ありがとうね、キュン。あ、新曲ね、あれだよ。恋すんじゃった。待って、聞いたんです。公開された日に聞いたんです。待って、恋すんじゃった。メロディーを思い出します。ダナナナナダナナナナダナナ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 ナカラコンウィンク。どうなかったっけ。待って、カラコンウィンク、ちょっと、でもね、自信がないかも。何回も聞いたけど自信がないかもな。ある、まだ寒い春色の何か、もうくすぐ走ってた。確かないタイミングでどうすればいい。カラコンに咲くあなたに特別に困らなかし、好きです恋えなくて一瞬でバレたい。はい、いや、すごいいい曲だな、可愛いなと思っています。持っています。リップグロス好きなの。好きなんだ。タイプ C になるから
リップグロスもサビはわかるんだけどさ、ちょっと A メロ B メロマジで自信ない。久しぶりのリップグロス、あの日より輝いているよ。あー、時戦の曲、あれだよね、あれなんだっけ、最近リリースされた曲だよね。え、なんだっけ。あー、やばい、どうするした。フォレスト系だし。ああ、最上級に。でもね、それも、サビしか自信ない。最上級に可愛いのだよね。イヤホンのマイクの音、本当？そんな。そんなさ、質問上がってるんだ。すごいね。そんな変わる。すごいです。耳にもフィットするようになったし、マイクの音質も良くなってるらしいです。すごいね。さすがだ。カラオケの時もこうしなくても拾ってくれてるってこと？今までさ、こうしないとね、なかなか届かなかったんだけど。え、どうなんだろう？わからない。画質も綺麗。本当？声もタイプ C になって。そうか。音が割れそう。あ、そうなんですか。へえ、ちょっとありがとう。みんなからやっぱりそういうね、体験談を聞くと プラチナ？ちょっと見つめました。たけねこさん、こんばんは。マイクの感度も良くなってるんだろうね。夏っぽい曲。夏っぽい曲ないかな。夏っぽい曲。確かに。商品の口コミ レビューみたいな。レビュー欄みたいな。元気さん、こんばんは。あ、真夏のサウンドグッドもいいね。ポニッシュか。画質変わった。マイクの感度も変わった。シノさん、音符ありがとう。12秒ね。エブリデイカチューシャ。自己中でいこう。なぎいち。さよなら、あー、さよならクロールもいいね。あ、ラブラドールもいいね。ラブラドールいいね。ラブラドールありだな。さよならクロールもいいよね。さよた肌が波を分け、ジュクロネ もっともっとさんかまま、ジュクロネなせば考える、確かにジュクロネはいいな。え、さよクロめっちゃ人気だね。人恋巡り君と夏フェスもいいよね。サヨクロ人気。
ペダル出た。ペダル。ティーチャーティーチャー。ティーチャーティーチャーなぜ人間が知れへん。バラ。バラね。直角三振。あー。直角のあなた。あ、波乗りかき氷もいいね。波乗りかき氷。あ、いいね。あなたが好きなもの。なぎいちもいいな。月あかりさん、こんばんは。うーん、なぎいちもいいね。めっちゃ迷う。めっちゃ迷う。メロンジュースも買いね。雷鳴。え、ちょっと小西もいいね。小西もいいね。パーパルもエメラルドもいいね。ごめんね、サマーもいいね。ドンちゃんも誰をはエメラルド腰に巻いた夏海の色を映してる。カチューシャもいいよね。早送りカレンダーもいいよね。早送りカレンダーパレオいいな。みんなパレオ好きだもんね。みんな好きだもんね。知ってるよ、みんながパレオエメラルド好きなの知ってるんだ。私はI'm not afraid to die.
彼はエメラルドでした。あー、これだと音が割れてるんですか？ありがとうございます。パチパチありがとう。割れていない。やっぱり近づけた方がいいんだ。え、ウニール大佐音波ありがとう。そういうことか。やっぱそうだね、やっぱそういうことでした。たまちゃんハートありがとう。そっか、難しいですね、いろいろテストしてみて分かることがあるからね、こうやってね、テストというかもう実践。実践ですね。よいしょ。あれだけ歌って、あれってなんだ、試すのは大事。あー、あれだけ歌って、これテストみたいなことか。私の一番可愛いところ、私の一番可愛いところに気づいてる、そんな君に一番すごいすごいよ、すごすぎる。まこくまさんこんばんは。髪伸びた感じするよね。伸びたかな、伸ばしてるんだ。めるるさんぐらい伸ばしたいなっていうでも長い道のりです。伸びたね、伸び伸び。え、あれあんのかな、ちょっと あないか、さすがに。いや、無限っていう曲があるんですけど、月明かり、音符ありがとう。なかったわ、まだ。知らぬ君に答えを示す時が、無限に続く路線の先へ。なかったです。もう一つのあれ何？もう一つのあれって何ですか？恐怖はオールバック、ああ。そっと出た瞬間終わったわですよね。
テニス、テニス楽しかったよ。でもね、皮がむけたんです。もう治ってきたけど。47引きたい。水平線、水平線もいいね。水平線が見える朝に、テーピングが、テーピング見えてた。おやすみましょう。おやすみ。そう、やっぱりね、ね、皮もさ変わるんですよ。あ、ダジャレじゃないですよ今の。今のはたまたま、皮も変わる。そう、やっぱり毎日毎日ね、握ってテニスしてると皮が変わった。あ、光る、面白い女、ありがとう。面白い女。そう、毎日やってたら結構強くなるんです。ちゃんとそのテニス皮になるんですよ。テニス皮っていうのかな。あいくん、面白い女。そんなに。そうそうそう。テニス皮になるんだけど、そう、久々だとね、やっぱテニス皮じゃなくなっちゃってるんですよね。そうなんですよ。2回間違えた、間違えたんかい。伊達さん、そうなの。そうなんですよ、皮も繊細になっちゃうんですよね。皮が変わったん、手の皮むけたん。まだなくならない。グリップテープの消耗、グリップテープはね、大事ですか。皮もいわいわ、そう、いろいろ変わるんです。音が止まった、色が変わった。いろいろ、いろいろ変わったね今日ね。いろいろ変わったん。コーデさん、こんばんは。でもよかった、頑張って皮が再生してくれた。すごいよね本当に、知らない間に皮が生まれ変わってる。生きてるんだなって感じがする。3737だって。人間はすごい。人間はすごい。顔が変わった、生まれ変わった。みんなも再生するよ。治りのスピード、
除タイム、新しいイヤホンとともに、イエイ。体力の回復が目に見えて遅くなった。そうなの。あ、イヤーカフト、すごい、お乳の組み合わせじゃん。イヤーカフト、どっちも新しいです。新しい。スペース号バラありがとう。月明かりおんぱありがとう。ヒカル V3 さんこんばんは。シルバーとゴールドのどちらの色が、でもどっちも欲しいなと思ってるけど、まあゴールドどっちも欲しいなって思っています。ピンクゴールドとかも好き。シロンさん、アンパありがとう。そう、ニューイヤーカフイヤホンね、シルバーもかっこいいよね。どっちも似合いそう。本当嬉しい。何でも似合いそう。ミトさんこんばんは、ありがとう。今日も楽しい。落ちないよ、絶対落ちる気がしない。6月の締めくくりありがとう。7月も楽しもうね。7月こそいっぱい楽しもう。あ、タカさん、守りたいこの笑顔、ありがとう。守って。そう、結構しっかりハマってます。あ、ミトさん、おんぷありがとう。ヤス、こんばんは。生きがいがあるから頑張れる。生きがい、生きがい、お父さん、おんぱありがとね。ゆうやさん、おんぷありがとう。みんなおんぷ好きだね、今日。気がいい。ほんと？トリバックハマちゃん、気がいい、ありがとう。あ、ていさんもおんぷありがとう。そう、なんか、ね、せっかくだから。音符スキャカリーも、音符ありがとう。お兄さんも音符ありがとう。音符、ワカラブレターありがとう。音符かわいいよね。投げ中してワカちゃんありがとう。サキさん、キュありがとう。スタンコーもサクも音符ありがとう。いや、そう、流れ星ありがとう。つくも、音符。えだくくんも、キュありがとう。音符ありがとう。恥ずかしい。音符ありがとう。いや、そう、流れ星ありがとう。流れ星。オッピー、忍耐さんも、音符ありがとう。テイさんもありがとう。音符流れ星もありがとうね。1週間頑張れる。ほんと頑張ろうね。私も頑張る1週間だ。頑張る1週間頑張る。ていうか7月6日って来週じゃん。もう来週だね。えだくくん、音符ありがとう。たかさんも音符ありがとう。音符
ね、嬉しい。ちょっとドキドキしちゃう。やつき役に音符ありがとう。来週だ、会える、うわーい。ね、来てくださる方本当にありがとう。気をつけてね、来てください。でもね、7月だからね、暑さに負けずバテず、日焼けに、日焼けから逃げながら行くよ。ありがとう、行きます。ありがとう、楽しみですね。ありがとう先生、おっぱいありがとう。そう、待ってますので気をつけて。アイスね、そう、美味しいアイスも待ってるし、私も待ってる。気をつけて来てください。エテイさんも流れ星ありがとう。アイス食べに行きます。自転車で行ける場所だと、日が出る前に行く。7月も頑張りましょうね。うん、サトポン、オンパリアと7月も頑張りましょう。とね、暑さも厳しくなるんだろうけれども、だろうけどもね、ちょっとほんと暑さにさ、暑さを思い出しておかないとなって思う。そういう夏のさ、屋外イベントとかもそうやって増えてくるわけじゃないですか。だから、ね、それに耐えられる体というか体力というか、本当に暑さを、みんなもだよ、みんなも暑さを思い出して、私も暑さを思い出して、暑さ対策もちゃんとして、そう、元気に乗り越える、そう、ようにしないとなってすごく思います。車だと7分だった、ね、でも今回ね、行けないっていう人もね、あの生中継とかリポートをね、ぜひ聞いてね、少しでも楽しんでもらえたら。うん、ありがとう。ではランキングを読んでいこうかな。今日もね、6月最後のね配信だったけど、ありがとうございます。13位から読みます。13位の方がテーマです。13位、ありがとう。13位でした、テーマありがとうございます。ランク入りおめでとうね、ありがとうだよ。またおいでね、待ってます。で12位がファッションアドバイザーカットさんです、ありがとうございます。あ、お疲れ様、7月もよろしくお願いします。6日楽しみ、うん、6日、私も楽しみ待ってます、ありがとう。あ、カットさんも絵文字で一言ありがとうございます。ぜひ遊びに来てください。11位がめんまっちゃです、ありがとうございます。めんまっちゃ11位、ありがとう。パチパチパチ、楽しかったかな。アイマンダよかった、こんな旅しのイヤホンでバラ聞きたいです。バラ大好きだよね、本当にね。でもいい曲だよね。ありがとう、アイマンダ言ってくれて。またね、ありがとうございました。そして10位が中川さんです。イエーイ。中川さん、ありがとうございました。ランクインおめでとう、ありがとうございます。感謝、来てくれて感謝です。夜遅くまでね、ありがとうね。
り休んでね。そして9位がダックくんです。イエーイ、ダックくん9位おめでとうございます。今日も楽しかった UFO キャッチャーでちょくちょくお土産ゲットし、すごい UFO キャッチャー上手なんだ、いいな。ちょっとほんとコツを伝授してくださいありがとう、嬉しいです。温まってるね。そして8位がテンさんです。イエーイテンさん、8位ありがとう。ね、可愛いから毎日眺めて癒されてます。生きがいです。イヤーカフに合って装着するとき、そう痛くないよ。プレゼントでイヤーカフ購入したけど耳の負担が楽になるものを購入したけど、もちろん選んでくれたの嬉しい、めちゃめちゃ嬉しい、ありがとう。最終回手前で終わると続きは映画かな、どうだろうね、どうなるだろうか。お母様ありがとう。7月は直接会うの楽しみ、たまには新鮮、何、新鮮な反応、新鮮な反応、全部行くからね、医薬品持っていく、ありがとう、嬉しい、来てくれるのもすごく嬉しいし、医薬品もそっか、相談して選んでくれたんだね、本当になんかもうそのエピソードだけで本当に嬉しい、ありがとう。気をつけてきてね、またね。そして7位がさっきーさんです。ありがとうございます。さっきーさん7位です、ありがとうございました。仙台まで明日食べに行くね、毎日明日食べてるフライング牧場絞りしました。おー、事前に食べる、毎日、そんなにアイス好きだったっけ、嫌格似合ってる、ありがとうございます、嬉しい、よかった、頑張って悩んで選びました、ありがとうございます、またね。そして6位がわかです。ありがとうわかちゃん、6位、おめでとうわかちゃん、嬉しい、ありがとう、たくさん話して嬉しいよ、ありがとう、本当に私もこうやってね一緒にコミュニケーションというか楽しめる場所は私もすごく好きです。次の予定が決まって嬉しい、また1ヶ月お互い頑張ろう、頑張ろう、1ヶ月もね、きっとあっという間だから、それを楽しみにね、大好きだよ、ありがとう、大好きだよありがとうね、まとまってるね。そして5位がオニール大佐です。イエーイオニール大佐、5位、ありがとう、おめでとうね、はい、ありがとう、今日も可愛い、この前はコメント読み、あ、寝落ちしちゃってたのか、だからか、1月もありがとう、飛行機を取った、28日の誕生日なので、あー、そっか、最高じゃん、最高バースデーにしようね、イエーイ、ありがとう、めっちゃ楽しみ、嬉しい、はるばるね、宮城までありがとう、本当に大好き、ありがとう、大好きだよ、ありがとう、最高の誕生日にしよう。そして4位がディアスです。ありがとうございます、ディアス、4位、ありがとう、おめでとうございます。アイス10種類食べたい、健康診断の後でだけ、あーよかった、会社の後輩に聞いてる、本当に、わーごめんね、ありがとうねいや全種類私も食べたいよねえ、アイスがぴったりなお天気だといいな。健康診断大丈夫そうだった、うん、私も結果がまだ来ないな、ありがとう、またね、大好き、ありがとう、大好き、ありがとうね。そして3位が先生です。ありがとうございます、先生、3位、お話聞いて楽しかった、イヤーカフ似合ってますね、自分をつけてえにいいと思う、タイプ C の新しいイヤホン、おめでとう、アイワンダーたくさん聞いて楽しかったです、テニスでした、昨日日焼けしました、蒸し暑いのつらいよね、わかる、おー、幸せ、あー暑さがね邪魔してきますよね、で背後に追いついて遅くなったりで助走にします、ロブについて返すときに相手ことふ、うーん、そうだな、でもそれは
結構本当場合にもよるよね。相手がただのポワーンってしたロブだった、まあ、それをまたロブで返すのもねできるし、結構スピンとかかけてこう跳ねるようなロブできたら、まあでもなるべくね、なるべく浅くならないようにボールより早くね、早くというかボールの後ろに入れるくらい、まあ、フットワークですよね。そこもね、なんとも難しい。だってそうなるのを狙って相手はさ、そのロボを打ってきてるわけですから。まあなるべく、それか、うん、でも無理に何か難しいところを狙おうとしなくていいと思う。そう、まあロブにはロブで返しましょう、ちゃんと。うん、そう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 。でも追いついて触るだけよりは、まあなるべく振り切ってボールの威力をねなくさないようにするのは大事かも。ただポーンだけだと相手も簡単に合わせられるけどね、ちょっとでも威力のあるボールの方が相手ものミスの確率も上がるかもしれないし、はい、っていうね。でも後ろ向きのままでは打たないですね。後ろ向き絶対に前を向いて最終的には打ちます。うん、後ろ向きのままポンみたいなのはあんまりしない。私は必ず体勢は整えますね。うん、まあ、それは難しいボールだからしょうがない、難しいもん。うん、ありがとう、本当ね。そして2位がヒカルさんでした。ありがとうヒカル、第2位ありがとうございます。ヒカル、6月も楽しい時間をたくさんありがとう。うん、こちらこそ一緒に過ごしてくれて嬉しい。他人と一緒に楽しい思い出作る機会がたくさんありそうで楽しみしかないね。7月は楽しんでもらいたい、よりね。名字をど忘れする、だってさんと違う、あれは別にど忘れしてない、本当にしてない。してないよ、してないし忘れてないよ。そんな顔しないよ。あかりん大好き、ありがとう、大好き。今日みんな大好きって言ってくれる、嬉しい。いつも言ってくれるっけ。でも今日はなんか言ってくれる気がする、みんな。あれ。そしてゼロポジ第1位がタカさんでした。ありがとうございます。タカさん、6月も配信ありがとう。7月よろしくです。なんかいけないけど牧場しぶり食べます、大好き。タカさんも大好きって言ってくれる、嬉しい。そっか、いけないけどね、牧場しぶり食べて、ありがとう、嬉しいよ。うん、いつもか。なんか今日はよりなんか連続というか、みんなが続けてさ、それぞれ言ってくれてるからかな、からそう思ったのかな。ありがとう、めっちゃ嬉しいわ、感謝。まだ言ってない。大好きが溢れて嬉しい。スタート私っぽい。ありがとう、大好きデーだったのかな。すごいすごい。嬉しいな、大好き。結婚してありがとう。あ、ディアス守りたい、この笑顔。みんなが引き出してくれるこの笑顔。あ、先生もありがとう、ありがとう。村上さんをラブレターありがとうね。あさきさん、投げ中して、投げ中。うちはかわいい。梅もバラありがとうね、ありがとう。村上さんも今日ありがとう。からウインクして、ウインクどうでしたか、久々のゼロポジ。そっか、久々のゼロポジじゃん。
タカさんありがとう、すごいすごいやー、嬉しい。スルポジおめでとうね。 MP 綺麗にやった遅くまでありがとうね、本当に今日も楽しかった、6月も楽しかった、みんなのおかげで。だから7月ももっと楽しくしようね。のっぷーさん、ジャスミンありがとう。うん、改めて本当にありがとう。また来月もね、ショールーム遊びに来てね、ありがとうね。ではまた7月に会いましょう。ゆっくり休んでください、今日も。またねありがとう休ましゅうだね、バイバーイ、またね、いつもありがとう。